0ヶ月からの育児塾。今日は0ヶ月から12ヶ月までの赤ちゃんの発達と発育とそこに関わるお世話のポイントのお話をいたします。生まれてから1年間の赤ちゃんの発達と成長は凄まじいものがあります。3キロの赤ちゃんから1年経つと3倍になります。人間の成長の中で一番大きいのはこの時期と言われています。この変化が大きいためにママやパパはその変化についていくのが大変で一番悩みが多い時期になります。なので今日はこの1年間のパパやママのお世話の方法など一緒に考えていきたいと思います。生まれたて1ヶ月間の赤ちゃんを新生児期と言います。お母さんのお腹の中にいて羊水にくるまっていたので赤ちゃんは水の中の呼吸をしていたと思ってください。そこがお母さんの外に出て空気中の大気の呼吸をするようになります。なのですごくその変化に赤ちゃん自身もついていくのはとても大変なことです。なので、まず大事なことは羊水に触れた赤ちゃんはママがこう揺れるたんびに、赤ちゃんを撫でられてすごく安心していました。でも、それがママから出て羊水もなくなり誰も抱っこしてくれないととっても大変な状況です。不安に思います。ですので、1ヶ月目の新生児期の、関わり方のポイントとしてはまず赤ちゃんをしっかりお腹の中にいたような状態で丸く抱く、そしてちょっと強めに抱くっていうのがポイントになります。それと赤ちゃんの心の発達の成長のところでは今まで声しか聞こえなかったお腹の中で声しか聞こえなかったお母さんの声やパパの声が顔と一致することになります。あ、これがあの声の人なんだって思うのでいっぱいお顔を見て話しかけるっていうのがポイントになります。新生児期の、ポイントとしてはお世話のポイントとしては、抱く、丸く抱く、そしてお顔を見てきちんと優しく語りかける。よく笑ってる赤ちゃんはパパとママもよく笑っています。ですので笑顔を向けた関わり方をお勧めします。ではまずはじめに4ヶ月までの、赤ちゃんの発達の状態を話します。まず最初は、生まれたてはなかなか動かすことができないので仰向け寝た状態になってくると思います。そして1ヶ月検診を終えた頃からだんだんこう顔を右向けたり左向けたりにして周りを見るようになってきます。そして少しずつ足も上げたりするので腹筋がついてくるのでちょっと横向いてみたりちょっと横向いてみたりします。でそれで赤ちゃんとしては運動を少しずつ運動していきたいところなので1ヶ月検診終わったくらいからは腹ばい遊びをあえて入れていくということをしてください。腹ばい遊びの、仕方っていうのは以前、シーズン1でお話をしていますので、参考にしていただければと思いますが赤ちゃんが自分で寝返りができるように体を体重移動させてあげるっていうのがポイントになってくると思います。そして、自分の体を、自分で支えることが難しいのでバスタオルなどでここに入れて赤ちゃんが首を上げていく。そうすると首の筋肉と背筋と腹筋がついてくるのでもっともっ と,、次遊ぶことが面白くなってきます。で遊べるようになってくるとお腹も空いてくるのでまたおっぱいやミルクをいっぱい飲むっていうことが起きてくるのが、大体4ヶ月ぐらいのところだと思います。で赤ちゃんの心の発達っていうところをちょっとお話しすると赤ちゃんはお母さんが喋ったりお父さんが喋ったりすることをきちんと聞いてじーっと見つめると思います。なので育児行動を一つずつするたびに、お話をしながらしてください。例えば、おむつ取り替えるよとかお洋服着替えるよとかお風呂入るよとかっていうことを一つずつお話しながらいくとあ今からお風呂入るのだなとかそれから今お手触ってるよって言ったら今触ってるの手って言うんだっていう学習を一つずつしていくので育児行動一つ一つに話しかけをしていくってことをお勧めします。あともう一つなかなか言われないポイントなんですけど赤ちゃんは生まれたては割と親指をグーにして握ってることがあります。ね、親指をこうやってグーにして握ってるのでこのままの状態でいつもいると私たちが大きくなった時に鉄棒を握ったりそれから、
鉛筆をこう親指で引っ掛けて握るという作業がちょっと難しくなってきます。ですのでこういう新生児の赤ちゃんの時から親指を外にして握ってもらうということをお勧めしますので、赤ちゃんの指が中になっていたらちょっと外に向けるっていう作業が必要になってくると思います。はい、なので、0ヶ月から4ヶ月までの赤ちゃんには、少し運動を入れる、それからお母さんたちが一つ一つやる行動にお話をつけていくということをお勧めします。はい、では続いて4ヶ月から8ヶ月までの赤ちゃんの発達 とパパやママのお世話のポイントのお話をします。まず、4ヶ月から8ヶ月ぐらいの赤ちゃんってすごく今までと寝たママの状態と違っていろんな動きをしてきます。例えば、自分で寝返りをするんだけど、首なかなか上げられない子、それから一生懸命上げていこうとする子、そして、戻れなくてうーってうなってる子いっぱいいると思います。ですけども、それだけ首を上げるというこの首の筋肉と背筋と腹筋が育ってきてるってことになると思います。で、寝返りをして早い子だと自分の手でよいしょよいしょって言って前にずっていったり、足の力が強くて、まあ、顔だけずっとのめったりするようなこともあると思います。そして次、なんとなくこうやってよいしょよいしょってやったように座れるっていう、8ヶ月になるとこのぐらいの子もいると思います。座って、ただ座ってもいろんな腹筋とかがついていないのでドンって押されると倒れちゃいます。ですのでその辺は、関わるポイントとしては何か支えをする、それからしっかりお腰を抱くっていうことがポイントになってくると思います。ついつい座ってくれるとおとなしくなるのでずっと抱っこしてたりするんですけど、そうするとこの手の力、自分の体重を支える力がつかないので、できたらハイハイを長くするっていうのもポイントになると思います。はい、そして赤ちゃんの心の発達っていうところをちょっとお話しさせてもらうと、今まではあやすとニコニコって笑ったりして少しずつうごうごって声を返してくれたと思います。赤ちゃん言葉の始まりだと思います。ですのでパパやママが話しかけた時にうごうごって返ってきた時はうごうごが終わるのを待って話しかけてください。うごうごって言い始めたからって言ってパパとママがわーって話しかけると赤ちゃん話すタイミングを失います。ですのでうごうごって終わったら何っていう話をゆっくりしてるとだんだん会話になってくると思うので、そんなちょっとした関わり方のポイントを入れていくといいかなと思います。あと赤ちゃんの手の発達もすごく、良くなってくるので、物を握れる、ガラガラを握って遊ぶ、それから、ちっちゃなおもちゃを握ってお口に持ってくるっていうこともできると思うので、そんなようなおもちゃの活用もしてくれるといいなと思います。では続いて8ヶ月から12ヶ月までの、1年間のところを話をします。ここは本当に個人差があります。100人いたら100通りの成長の仕方をするので、まず大事なことは人と比べないということです。あそこのうちの子もう歩いてるとか、あそこのうちの子すごく早くなってるとかっていうふうに比べて、うちの子はまだ歩いてないとかっていうふうに比べちゃうと、とっても辛くなります。ですのでその子の成長発達を見て、寝返りをして座れてハイハイが始まったっていうところまでがだいたい同じであれば、その後は、歩くとか伝え歩きをするっていうところはあまりこだわらないで行っていただければいいかなと思います。ただ人間の発育としては、寝返りをして、それから座ってハイハイをして、そしてまたつかまり立ちを、立ち上がってつかまり立ちをして歩くというところがだいたい1年間の間に起きてくることなので、まあ、1歳住んでも歩けない子はいますけれども、あんまり焦らないでいてください。そして赤ちゃんのできる行動としては、離乳食がもう入ってくると思います。離乳食も今はこうドロドロしたものっていうよりも赤ちゃんにこう持たして食べさせるというような、そういう離乳食も新しく変わってきています。ですから離乳食を始めるときは、本当にドロドロのところからでいいんだろうかっても考えて、いろんな人の離乳食のやり方を見ながら、ちょっとお勉強しながら進んでいただければいいかなと思います。で、自分の手で持ってお口に入れるっていうこの作業がすごく赤ちゃんにとって楽しい作業です。
だからついつい揚げちゃうんですけど、持たして食べる。でなんかべちょべちょなものとかお水だとかそういうの触って、触覚とか味覚とかそういうものを楽しんでいく時期なので、いっぱいいろんなことさせてあげてください。そして心の発達としては素晴らしいものがあります。パパやママの言ってることを本当に理解してきます。だから大きな声で話すとビクッてしたり、それから、こっちが泣き顔をしてると泣いた顔をしてく、心配そうに見たりするような発達が起きてきます。もう、赤ちゃんの1年のところでは大人と同じような精神活動ができてるって言われることもありますので、なるべくいっぱい話しかけて、そして、発達を無理せず、歩かないからといって一生懸命立てちゃうと股関節痛めたりするので、その子の筋力に合わせた遊び方をしていくのが1歳前後かなって思います。1年間の赤ちゃんの発達発育と、大人のお世話のポイントのお話をしてきましたが、親になるということは実は1年ぐらいかかります。私たちが出会うパパやママも1年ぐらい経つと、なんかママらしくなってきたねとかパパらしくなってきたねっていう、ことが起きてくるんですけども、それは何かっていうと、割と今のお話のように0ヶ月から4ヶ月っていうところで、パパやママの成長としては、まず最初は人の真似をします。わからないので人の真似をして、あんな風に抱っこするんだなとか、あんな風にやると赤ちゃん喜ぶんだなってことを真似をします。で4ヶ月から8ヶ月ぐらいになると、もちろん離乳食が入ってきたり、いろんな赤ちゃんの反応が分かってくるので、赤ちゃんと一緒に暮らしてると、この子はこういうことが好きなんだなとか、この子はこんな食べ物嫌いなんだなっていうこと、それからこういうふうにやったら寝るのかなっていう、ちょっと一生懸命考える時期になります。それはなんとなく自分の家の育児行動が少しずつできるようになってきます。で8ヶ月から12ヶ月までの間っていうのは、本当にその子に合わせた育児ができるようになってくるので、吉田さんちの吉田さんちの育児、山田さんちの山田さんちの育児ができるようになってくるので、そして親としてのアイデンティティが育つと言われています。ですので1年間一生懸命考えながら行くと、その後はとっても楽しい育児が待っているかなと思いますので、笑顔で笑いながら子育てしてほしいなと思います。